平野紫仕様、エルジャパン、で輝き、黒詐ギ続編計画進行中。山下智久との共演も期待。彼の成長と成功に注目。芸能界における新たな展開が、ジャニーズの注目株である平野仕様、26、に関する興奮を巻き起こしています。 最新の情報によれば、平野紫耀がファッション誌、エルジャパン11月号の特別版で表紙を飾り、その独占インタビューや写真がファンを魅了しています。このニュースは平野ファンにとって待ちに待った瞬間であり、その新たな動向について詳しく探ってみましょう。平野紫耀の新たなステージ。 平野紫仕様は、7月に滝沢秀明氏が設立した芸能事務所とべに合流したことで話題になりました。そして、9月28日に発売された、エルジャパンの特別版では、その退場後初めてのメディア出演を果たしました。これは、平野のキャリアにおいて新たなステージへの第一歩であり、その存在感がますます高まっていることを示しています。クロサギの再評価。 平野紫仕様の最新の動向といえば、動画配信サービスネクストーダー配信されている、クロサギというドラマです。このドラマは、2022年10月クールでの平野の主演作であり、当初は9月末での配信終了が予定されていました。しかし、その人気ぶりから配信期間が延長され、さらには10月には Amazon プライムやフー u でも配信予定となっています。 この作品は2006年に山下智久さんが主演を務めた同盟のドラマの再ドラマ化であり、平野耀と仲間たちは詐欺師を騙す詐欺師、黒崎隆史郎を演じています。その再評価と人気の高まりが新たな計画を生み出しています。黒崎続編計画。黒崎の人気が再燃している中で興味深い計画が進行中です。 TBS 局内で続編の制作が検討されており、これまでの情報からも続編の可能性が示唆されています。実現すれば、平野市洋と彼の仲間たちが再び詐欺師として登場し、新たな物語を紡ぐことになるでしょう。続編実現の鍵、続編の実現可能性について、いくつかの要因が注目されています。 まず、平野紫要が所属する戸辺には、元ジャニーズ JR である大統率13、18が出演する10月クールの連続ドラマが発表されており、ジャニーズ騒動が起きることは予想されていないとの見方があります。 また、TBS の朝の情報番組、ザタイム、では平野仕様の動向が積極的に取り上げられ、局内での平野、死が根強いことも続編実現の後押しとなっています。山下智久との共演プラン。さらに、TBS は興味深い秘策を練っているようです。テレビ局関係者によれば、 続編で初代黒サギとして知られる山下智久さんをスペシャルゲストとして起用する考えがあるとのことです。平野志洋は小学生の頃に山下さんが主演したドラマ、プロポーズ大作戦を見て以来憧れていると公言しており、二人の共演が実現すればファンにとっては夢のような瞬間となるでしょう。 また、山下智久さんが主演した2022年のドラマ、正直不動産の続編もすでに決まっており、スケジュールが調整されれば、両者の共演は可能性として浮上しています。平野仕様の成長。最後に、平野仕様自身の成長についても触れておきましょう。9月28日に公開された L ジャパンのインタビューでは、 平野潮は成長について語っています。彼はいい意味で自覚したくないと思っています。成長というのは周りの人が感じるものかなって、と述べ、謙虚な姿勢を見せています。しかし、憧れの山下智久から成長したと言われる日は意外と近いかもしれません。彼のキャリアは今後も注目されることでしょう。 平野紫仕様のキャリアには新たな展開が続々と訪れており、その人気は依然として高まり続けています。クロサギの続編計画や山下智久との共演プランなどファンにとっては夢のような話題が次々と登場しています。今後の平野仕様の活動に注目し、彼の成長と成功を見守っていくことが楽しみです。